まあ、YouTube をやられてまして、うん、まあ、はいはい、TikTok もやって、まあ、芸人活動もやられてると思うんですけど、レトロさん今 YouTube、うん、まあ、ショート動画とかね、うん、やってます、うん、最近もう2万人超えましたもんね、登録者、3000人超えてきたか、もうあっという間にもう僕の方が最初始めてたんですけど YouTube、うん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 、あっという間にレトロさんわー、いやまあそうね、駆け抜け、もう特急で抜き抜きましたよね、まあね、カシオペアかな、自分で自分で言います、行っちゃうね、函館まで行っちゃうね、気づいたら函館行ってたっていうぐらいの、本当にそれはないけどね、全然青森止まりってね、お願いしますけど、いや本当にだからすごいなと思ってまして、うん、嬉しい嬉しい、あのレトロさんの伸びるきっかけだった動画っていうのは、うん、なんか自分的にあったりするんですか、これ捕まりますっていう動画を載せたの、要するに見てくれた、見ました僕、はい、皆さんもね見た方もいらっしゃると思いますけどね、本当にみんな見てくれてる嬉しい人の他人のパスも使って、はい、改札は通れないよ、うんうんうん、それは犯罪だよっていう動画を載せたら、はいはいはい、いやー一気にもうバーって、確かにもう通知が急に、初めての現象でこれバズる、はいはいはい、俗に言う、それがもう鳴り止まなくて、はいはい、今はもうバーっともう540万再生、すっごっそれ載せたのが今から1ヶ月半前かな、はい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 、それ載せた、だからそれまでは1ヶ月半前なんてこと580人とか、うん、チャンネル登録者数、そう、本当に1人増えたり減ったり、はいはいはい、1人減ったり増えたりの繰り返しだったけど、その動画がきっかけでもうどんどん1000人とか増えるようになってきて、すごいっすよ、徐々に注目されてって感じかな、うん、いや本当に動画の力ってすごいんだ、すごいし、やっぱ改めてそのショート動画の力、なるほど、 YouTube の、はいはいはい、うん、今までずっと TikTok も頑張ってきたんだけど、うん、はい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 、TikTok にはない力を本当 YouTube のショート動画はあるよね、うん、ね、思いました ね、 ね、はい、指がある YouTube って、いや本当そのメトロさんの動画がバーンって、うん、そのまあ1ヶ月後ぐらいですかね、うん、僕も YouTube の方で、いやそうよ、びっくりしたんだからマジで、もう本当にもう全然伸びないなって、もう1000人止まりだったんですよ、うん、僕ずっと、うんうん、で1300人いったな、頑張っていこうかなっていうところで、そう確かにわー、だからそれも本当びっくりしたけど、はい、それこそ何の動画に伸びたんだっけ、僕は学生が遅延証明書をストックしてるっていう、はいはいはい、楽しかったあれ、新人バーって100万いって、ほうほうほう、でまあ今どん300万近くいってるんですかね、すごいじゃないのよ、不正ログインしてその動画消しとくね、はい、あ、やめてください、ちょっとやっぱライバルだわやめてください、やめてください、あっだから本当一つのきっかけって本当に大事だね、これもう本当に、本当にそうですよ、うんとタイミングっていう話をね、うん、前したかもしれないけど、本当それはもう思いましたね、僕も、ね、おばたのお兄さんとね、はいはいはい、仲良くさせていただいてて、ね、はいはい、本当うんとタイミングでって売れる時ってって言ってたけど、本当にその今うんとタイミングがお互いね、いや、ありがたいことにちょっとずつ来てるのかなっていう、はいはい、いうところはあるよね、うん、なんかメトロさんの結構上げてるじゃないですか、うん、おすすめ動画とかあります、なんか視聴者の方僕にも全然おすすめしていただいたら、おすすめ動画か、はい、ひたすらあの、うん、ハーゲっていうネタがあるんですけどそれが一番小学生とか好きかもしれないですねいいですね。ちょっとハゲ駅っていう駅があってね。はいはいはい、ハゲ、あの半分に家っていう。あ、そうそうそう、はいはい。僕見ましたよ、それ。あ、見た。ハゲ。あれ逆にバカバカしくて逆に好きかな。いいですね、確かに。いい意味でそんな凝りすぎず、うん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 、シンプルで結構いい動画作れたなと思ったかな。いいね、結構それも再生数伸びて。いや、でもそれも言うても42万再生とか、まあ、意外とまあ、意外とそんな。あ、でもすごいですね、42万。意外とまあ、表でも。ちょっと表でも。怖いな。メソロさん、他の動画がすごいんで、いや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 、だから他のと比べたらってことですよ、それは。いや、ありがとう。逆になんか自分のお気に入りの動画とか、はい、女性専用車両のあれ楽しかった、多分皆さん絶対見たよね、これね。いやいやいや、衝撃だったもん、俺女装をしたんですよ、クオリティ低いですけど、いや、ちょっとムラっとしたちょっとホロ飲んでたからかもしれないけどあの動画は結構なんか僕的にもなんか結構女性専用車両の問題ってあるじゃないですか、いや、ある、多いね、それをなんかお笑いっぽく見せられたかなと思いました、いや、そう、オチがすごく良かったしね、覚醒したもんね、一回なんかさ、もう本当に6連続ぐらいかな、はいはい、もう10万投稿を回って、あの時はすごい、ね、大覚醒したもんね、で、またフォロワーバッと増えて ね、あの動画ができてからですね、本当 YouTube の方も伸び始めて、そっかそっかそっか、はい、だからね、面白い話だけど、その、うんうん、1日に、うんうん、400、500人とかありがたいことに登録者数が増えるわけでしょ、うん、今そうですよ、ね、うん、多いと1000人バッていく日もありますから、すごいね、本当皆さんありがとうございますよ、本当に改めましてありがとうございます、本当にすいません、本当に嬉しいよね、
YouTube ってこんなコラボなんてね、本当そうですね、なかったしね。いやだから本当お互いね、うん、今いい流れでコラボできてるってのが本当に嬉しいことですよね。マジでありがたい、うん、そもそもなんかあれ、はい、出前のラーメンとか届かない来ないです、来ないです。あ、はい、違うの、終わりですもうこのままこの流れで。お料理企画、お料理企画みたいな、お料理企画はないです。はい、またそれはメトロさんのまずい料理でちょっとやりましょう。そうだね、今後の目標みたいな。目標、はい、なるほど、聞かせてもらえたら。結局芸人ってやってる時点で笑われる職業じゃん、うん、そうですよ。だからもうこれも逆に笑われるぐらい僕は本当にグツンと言いたいけど、うんうん、はいはい、いやそれはもう100万人行きたいよ。100万人行きたいし、すごい、はい、だし、もう10万人、うん、20万人ももちろん大事だけど、うんうん、そこも目標だけど、うん、もう最大の目標も100万人以上よ。でもショート動画でやってきて、うん、100万人食っていうのはやっぱ、うん、僕らがそこは行って、うん、行けるんだよっていうところを見せたいですよ。そうだね、やっぱこの鉄道界の僕たちがその先陣切ってさ、はいはいはい、YouTube でも成功するんだよってことをここからさ、うん、2人で見せていこうよ。だし、もちろん夢は大きく、はい、本当大きい家建てて、うん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 、大きい犬飼って、はいはいはい、もうそれこそ本当に庭作って僕野球屋さんでピッチング場を作ってはい、はい、これが全部本当に冗談に聞こえるけども、はいはい、結構ガチな夢だったりする。マジで行きましょう、豪邸建ててさ、もう YouTube で夢掴んでさ、そこで今度撮りましょうよ動画を。最高やないの、大きいのここ置いて。最高やない。レトリバーですけど大丈夫ですか。苦手な人いません？レトリバーですけど大丈夫かな、大丈夫か。ここでね、宣言して100万人行きますってところを共にね、はい、頑張りよう、頑張ろう、共に行きましょうよ、頑張りましょうよ。これからも本当によろしくお願いします。いや本当お願いします、本当にありがとうございます。ありがとうございます、本当に、はい、うん、いやー本当に、よいしょ、よいしょ。どうしよう、車庫へお帰りください。はい、回送列車となっております。失礼します。はい、安全よしと。ということでね、鈴木メトロさんに今回はお越しいただきました。バイキン時代のね、苦労の話だったりね、楽しいお話、今のねメトロさんのショート動画のお話とかね、いろいろと聞けてすごく楽しかったですね。これからもね、またメトロさんとコラボさせていただきたいと思っておりますのでね、これからもショート動画企画ね、よろしくお願いいたします。メトロさんのね、チャンネルの方ですね、チャンネルのね貼っておきますのでね、概要欄の方にね、ぜひそちらの方でね、メトロさんのチャンネルも登録していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。いつも皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。ぜひついでに恋ダンスよいしょ。